花見雄二の昭和カプセル。5月11日火曜日、お昼になりました。昭和カプセルの時間です。はい、はい、お相手はですね、私、金見裕二と橘玲也とひなです。はい、玲也ちゃん、ひーちゃんでお願いします。はい、もうね、5月、まあ、今年はゴールデンウィークといってもね、緊急事態宣言で、まあ、はい、また延長になって、残念ながら今月いっぱいまでね、なっちゃいましたけども、だからまあまあ、みんななかなかね、あの外に遊び行ったりできない、という中ですけれども、はい、まあ、でも5月もう11日、今年になってからね、もうそろそろ半分近くなるっていう、早い。あっという間ですよね。なんかこの間正月だった気がするね。本当、確かに。そして、ですね、まあ、そんな中、まあ、今ちょっと緊急事態宣言なんですけれども、はい、コロナ対策として、こういうことをやってますということで、このトレイルフレッシュという機械をね、スタジオの中に設置してまして、こちらはオゾンイオンのパワーで脱臭除菌、低濃度オゾン発生器ということで、スタジオの空気をね、まあ、その都度クリーンにしてくれる機械を、設置して対策しています。そしてもちろん、あのね、ここのスタジオに入る前に、アルコールのね、手指消毒もやってますし、検温もやってます。でその外のね、スタッフも全員、みんなマスク着用で、でこの番組が入れ替わるごとに、まあ、この備品とかもね、一応こうクリーンにして、やっているという対策をやっています。もちろん、あの移動もね、まあ、そのラッシュとかの時間は、避けて気をつけて、みんな出演者も意識して、気をつけてきてますので、はい、まあ、ご心配なさらぬようという感じなんですけども、はい、でですね、あの本日もまた、あの平成世代からの質問箱ということで、平成生まれの2人がね、あの、まあ、昭和の頃ってこれはどうだったのという、なんか疑問に思うことを聞いてもらう形にしています。ではじゃあ、レアちゃんからまず、はい、あの今回聞きたい質問。はい、今アプリでマップっていうのがあるかと思うんですけれども、はい、私結構そのアプリを見てても全然迷うんですね。はい、ナビをしてくれると思うんですけどね。そうなんですよ、なんか現在地とかあるじゃないですか、はい、それ見ながら行っても分かんなくて、なんかぐるぐる回っちゃうんですけど。ああ、確かに、あの現在地見ても、あの東西南北どこの方向を向かってるのかが結構分かりづらい。あの時々、あのひっくり返ったりする。あの、そうなんですね、あの普通の地図だと、あの上が北だとか思うんだけども、結構あのマップ Google マップとかね、見ると時々あの逆方向だったりして、なんかとりあえず歩いてみたら、あれ、なんか遠ざかってるぞみたいな。こっちかな、こっちかな。まあまあ、そんなこともあるんですね。そうなんですよ、うん、で最近はこう自分が向いている方向に対して、こう扇形のなんかビームみたいなのが出る地図アプリがあって、それを使ってやっと最近は思い通りに行けるようになったんですけれども、あのそれができる前の方々って、方々ですよ、どうやってそういう目的地までたどり着いていたんだろうっていうのがすごく疑問で、それを今日ちょっと聞きたいなと。まあ、いわゆるその昭和時代は、はい、インターネットも携帯もないので、はい、当然紙の地図、あの地図帳っていうのかな、あの、こんな大きいやつを広げてるような人はいないけども、いないんだけども、あの結構手帳サイズぐらいの、あのこのぐらいの、あのミニマップみたいなものが、まあ、売ってて、はい、あの本屋さんとかに行くとね、売ってて、でそれをやっぱり必ず持って、はい、まあ、持たない人もいたけども、まあ、やっぱ初めて行く場所は、事前にもちろん住所は聞いておいて、はい、それでどこだろうっていうことをやっぱり一応事前にその地図帳で、あの駅からこう行って歩いてって、まあもちろんそこにもちゃんと目印が書いてあるから、あのとにかくその駅まで行ったら、あとはこうやって歩いていくっていうのを、一応ちょっとシミュレーションしながら、で現地に着いたらそれを見ながら、歩いていくっていうのが、まあまあ普通のことですよね。地図の見方っていうのが、その住所があっても地図書いてないじゃないですか、この例えば2の22とかだと。あ、そういう書き方はしてないけど、でもあのその上に、
なんてこのエリアは、例えばそのなんとかっていう町のエリアっていうのは出てるので、はい、その後に数字がこう出て何丁目何丁目ってこんな感じで出てるので、もうそれをだから地図の見方は分からないといけない、ね、いけないです。地図を読めないと。じゃあ学校でちゃんと地図の見方っていうのを学ばないと。学校では別に教えないですね。教えてくれないですね、うん、自己なんとなくこう自分で学んでいく、うん、あとはまあそういう例えば仕事が例えばオーディションとかだったら、はい、事前に地図を地図っていうかその手書きの地図だったりなんとかっていうのを、まあ、あの一応もらっておくとか、うん、まあなんとかしていったっていう。そうですよね、うん、だからちょっとだから初めて行く場所はちょっとやっぱ早めに、うんうん、行くとか、まあ一応そうね考えて、工夫するっていうのがまあ当たり前だったかな。まあ頑張ってましたいやでも、はい、とても便利な世の中になりましたね。そうね、はい、じゃあひーちゃんの方から、はい、あの答えの質問を、はい、あの私今すごい古いマンションに住んでて、うん、家の玄関ドアにあの配達の牛乳瓶を入れる用のポストがあるんですよ。牛乳取ってるわけじゃないね。取ってないです。マンションに備え付けであって、うん、すごい。なんか1年前ぐらいに引っ越したんですけど、その時に初めて見て、こんなの昔あったんだって思ったんですけど、なんか前は昭和はみんなの家にあったけど、今は全然見かけなくなったものとかってありますか？そうね、まあだから要するにうちが子供の頃あったようなもんで今ないもの、うん、子供の頃にあったものをやっぱりあの昭和の頃にあったアイテムで今はないものが大体メインになっていく感じだね。で今ってテレビってみんな薄型じゃないのか。私はそのブラウン管型のテレビってもう四角い大きな箱みたいな感じだったので、うん、上に物が置けるテレビの上に、うん、でまああの置物があったり、なんか木彫りの熊とかその置物を置いたり、あとあの、立体型のカレンダー、あのその日付がこうカチャンカチャンってめくれるようなタイプのカレンダーがあったりとか、あとなんか花瓶があったりとか、あのその水差しみたいな水をこう飲んでコックリコックリする水飲み鳥っていう、あなんかよく映画とか映画とかいやあれは映画じゃなくて家にあったんだ実際にあったんですね。そう、そんなものがあったりとか、まあテレビの上にいろんな置物があって、今みたいなああいうもうテレビはテレビっていう感じじゃない、うん、あのテレビは家具でした。あとは電話が、まあいわゆる家電、はい、家の電話は電話機がこう黒電話とかこうダイヤル式のやつがあって、でまあむき出しでそのまま置いてあるのもあれば、あのカバー電話のこの本体をこう覆うカバーがあったり、あの受話器の部分にこうカバーがついてるような電話カバーがついてたり、電話の横にあの電話をかけるときに参考にするあの知り合いの人の電話番号を書いてあるアドレス帳が置いてあるっていうのがまあ基本ね。あとなんか壁にあのペナントが貼ってある家が多かった。ペナント？あのこう三角のなんていうのこう三角のなんか絵柄が書いてあるようなやつ。よくあの旅行するとお土産で買って帰る。うん、あのその旅先の、風景みたいのがこう描かれてるっていうか、その折ってある布で折ってあるような、ものが壁に貼ってあったりとか。おしゃれ。おしゃれな、うん、あの田舎のうちに行くと必ずそののが貼ってあって、あそうなんです ね、なんか電話もあのものすごい大きい、うんうんうん、なんか携帯じゃないけど携帯なのみたいな、ものすごいなんかこういうやつ、ああそれは初期の携帯電話ですね。あれは実際にあったんですか？あったけども、あれものすごく高価で何十万円もするようなもんだから、あの庶民は持ってないし使ったこともない。あれはだからあのもう飛び回っているビジネスマンのお金のある人が持ったから、経営者とかだ当時 の、 あのお金持ってる社長さんとかがあのステータス的に持ってたりするのが初期 の、 その大型の携帯電話で、だから庶民はまずあの、まあ、街中で都会で見たことはあっても、はい、自分が持ったりすることはまずほとんどの人はない、あれは。うん、だからあの今のような携帯電話だから今 の、 その、はい、スマホが出る前の
例えば折りたたみ式の、はい、ああいう携帯電話とかになって初めて一般の人も携帯を持つようになったので、うん、だから電話もそうね、あのだから基本的に家電なんで、はい、家を出ちゃうともう連絡取れないのが基本。だから手紙のやり取りとか素敵ですよね。なんかこうなんか恋、うん、恋愛した時に文通、さあなんか文通ちょっと憧れるなって。ああそうね、うん、あの電話できないこととかってあるんで、はい、あの家に1台しか電話がないから、はい、家族の誰が電話に出るか分かんないのでドキドキする、あの特に、はい、10代の頃は、うん、女の子のうちに電話するのってもうめちゃくちゃ勇気がいる、はい、うん、そうですよね。だいたいお母さんかお父さんが出るので確かに、うん、そこでガチャって切られちゃったりして、うん、でもほら仲のいい、はい、その例えばガールフレンドとかだったら別にいいんだけども、はい、なんか初めて電話する、はい、うん、その時クラスもあの連絡帳とかみんな電話番号載ってるので、気になる女の子の電話番号そこに書いてあるから、はい、電話してなんかデートに誘うとかっていうのとめちゃくちゃ勇気がいる、ね、そうですよね、うん、でもなんかそこを勇気を振り絞ってあ、かけてきてくれたんだって思うとちょっとなんかこうキュンとしちゃいますよね。うん、まあまあそうだ、相手もだから なんか意識でもしてればそうかもしれないけど、そうでもなく全然、はい、何のよみたいなことの方が多い。あ、本当ですか。確かに親が聞いてると思うとちょっとなんかこっちもそうだから、それで長電話とかしちゃうと、はい、すごくなんかあの後ろに親の視線を感じてちょっと早く聞いなきゃなって思っちゃう、ね、うん、まああと家で親が聞いてるからうちから電話できないから、はい、公衆電話からかけるっていうのが普通でね。公衆電話からその好きな子にかける。そう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 。じゃ あもう10円かあと1枚しかない、だから早く喋んなきゃみたいな。そうね、うん、まあ、あでも電話をできるってやっぱり結構、うんうん、勇気がいるから、あの、うん、まあ、基本的には学校の友達だったら、はい、学校でなんとかその子が一人になってるところ見計らって、うん、なんか映画のチケットを渡して一緒に行かないとかっていう感じじゃないですかね。なんかすごい聞きながら私今すっごい心臓ドキドキしてきちゃった、うん、すごいハードル高かったですよ。いいですね。だからこうそうやっていろんなものが進歩していくことで良くなっていくものもありますけど、そういうのが進歩してない方が良かったかなっていうところは。そうね、ハードルが高い分やっぱりあの、価値があったというか。そうですよね、うん、なんかいいところとそれぞれあってです ね恋愛はすごい苦労しますでも苦労した方がこうなんか簡単にこういかない感じが逆に素敵な恋を生みそうな感じがしますけど、ね、だからなんかちょっと、はい、なんだデートで、はい、どっか街のデパートに一緒に行くとかいうだけでもすごくなんか、はい、ね、あの思い出に残るみたいな、うん、いいですね、まあ、そんなね、時代、はい、あなんかそういうのをテーマに今度またなんか話す、ね、ガールズトーク的な感じになるんですね。はい、ということで、そろそろあの今日のゲストの方をお呼びしないと、はい、時間がねどんどん押してますので、そうですね、はい、では今日の、ゲスト歌手の谷千恵子さんお呼びしてます。はい、はい、どうぞ、あそのまま入ってください、大丈夫ですよ。はい、あはい、じゃあどうぞ、こちらに、あじゃあここにどうぞ、はい、はい、どうしましょう、はい、どこですか、ちょっとこちらです、はい、ねえ、そんなみんな細いんですけどね、いえいえ、もう大丈夫すいません、はい、じゃあ失礼します。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは本日のゲスト谷千恵子さんのプロフィールを、はい、レイヤちゃんの方から紹介してもらいます。はいはい、本日のゲスト谷千恵子さんは1959年生まれ、北海道函館市ご出身です。日本テレビのオーディション番組スター誕生で合格し、1977年に花の女子校を数え歌でデビュー、はい、その後私はシンデレラ、あなたを愛したい、逃げて大阪と4枚のシングル1枚のアルバムをリリースいたしました。80年代以降一時芸能活動を休止いたしましたが、結婚出産再婚を経て2012年に復帰コンサートを開催、再び芸能活動を始め現在まで4枚の CD をリリースしております。その間2度の乳がんを乗り越え、2017年のデビュー40周年にはご自身の半生を描いた舞台を披露、
同時に初の著書だって谷千恵子だもんをご出版されました。はい、現在は歌謡イベントやコンサートを中心に歌手としての活動をする傍ら、練馬放送谷千恵子の明日も晴れるや第二楽章のラジオパーソナリティと、昨年10月にスタートした CS 歌謡チャンネルの音楽番組ミュージックシャワーでは司会を務めている歌手の谷千恵子さんが本日のゲストです。はい、どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう、はい、いや、あのスター誕生出身の方、あの、ね、先月あたりから聞きましたよ。もう本当にね、皆さんね、喜んでいただいてね、はい、私も今日すごい楽しみにしてたんですけれども、はい、あのなんかスター誕生のことは、はい、毎回あの、ね、皆さんにお伺いしてるんですけれども、ご出身は函館ということで、あの、はい、もう北海道出身なので、あの非常に親近感があるんですけど、急に身近になりましたね。ね、はい、函館のどのあたりにお住まいですか？あの函館の青柳町というところなんですが、ちょうど函館山に登るところのロープウェイ の、はい、あの乗り口から徒歩で5分ぐらいのところに実家があります。 あのあたりですよね。あの、はい、一時期ちょっと函館にあの通ってた時期があったので、あの大体わかります、あの辺ですね。はい、はい、でうちの裏には函館公園があるんですけれども、はい、あのやっぱり桜がすごい綺麗なんですね。はい、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなぁなんて、はい、ね、まだね、今はね、今ぐらいがでも時期としてはそうですね、お花見の時期ですよね。あの、そうなんです、あのこちらから1ヶ月ぐらい遅れての、だから北海道って大体お花見って5月。あ、そうですね、5月ですね。はい、あの梅と桜が一緒に咲きますのでね、本当に一気にあの、あ、春だーっていう感じなんですよ。いいですね、はい、素敵そう。ちょっとまあ函館にずっとお住まいだったので、はい、まあ、スター誕生は応募して予選があるわけですよね。そうですね、そうすると北海道からだと地方予選からですから、はい、予選は札幌で行われたんですが、はい、実は私もともと歌が嫌いでですね。そうなんですね。全然そんなことも思えない人生じゃない。本当に話すと長くなりますけど、はい、大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。はい、あのもともと踊りなんですよ。日本舞踊を小さい頃からやっていて、で舞台には慣れてたんですけど、はい、声を出すのが嫌で、であの小学校に入ってから音楽の先生に、はい、あの声がだあの声の出し方違うとかって怒られて、はい、もうそれから合唱の時でもあの声出さないでいたんですね。なんか歌うの嫌だなぁなんて、そんな感じで、うん、ずっと喋るのは結構喋るんですけど、でずっと踊りをやっていたので、いろんなところでの舞台ではちょうどね、時代的にあの今の方わからないかもしれないんですけど、おひねりぶね、あの紙にお金を包んで舞台に投げる投げ銭っていうね、あのこれの時代なので、こうまあいい役者さんとか、あの踊り手さんとか、あ、かわいい素敵っていう方が出る時にはお客さんが舞台に投げるんですね。で、あの小銭だと重いからそのまま行くんですけど、お札にした場合は軽いので、お札に小銭を混ぜて包んで投げるという、もう本当にね、あの小さいとすごいですよ。あ、かわいいだけで、あの踊りのあのうまさって多分分かってないと思うんですけど、そうなんですね。かわいいだけでもこう投げられて、でただあの私何なんでしょうね、あの本当になんかちっちゃいながらも拾うのが嫌で、あの全部そのこう舞台にあるその皆さんがあのこう出していただいたお金ですよね、いわゆるね、でそのお金を拾うのが嫌で、で、お嬢さんがお辞儀しながらこういっぱいこう拾ってくれてお辞儀してたっていう、そういう印象がすごい強くて、もう申し訳なかったななんて、あの今更ながらに子供だからしょうがないって言えばしょうがないんですけど、もうできてなかったですね、あの、子供武芸に関してね、すごい子供の時からこう投げ銭をしてくれるようなプロの舞台に立たれていたっていうこと。
そうですね、いろんなところで踊ってましたね、はい、それがあのじゃあスター誕生のオーディションを受けるっていうのはでもご自分で応募されたんですか？いや、実はあのもう本当にあの友達っていうかあの親友が2人いまして、はい、同級生なんですけど、その2人どちらかちょっとまだ分かってないんですけど、うん、あのハガキを出したんですね。そしたらそのいついつどこどこであのオーディションがあります。それが札幌だったんですね。で、あのうち貧乏でしたからね、あのもうあの裕福ではなかったので、なのであのもう札幌行くにはお金がかかりますよね。昔は電車っていうとあの汽車のことなんですけど、あのこう、石炭で煙が出る、その汽車で行かないといけない。で、電車で5時間かかるんですよ。函館から札幌まで、まあまあ、そんなもんですよね。で、私はそれを母親に見つからないようにあの隠してたんですけど、それ見つかってしまって、あんたこれ行かなきゃダメよって引っ張って行かれた口なんですね。反対じゃなくて、お母さん反対したんじゃなくて行けって言ったのか、うん、そう、あの芸事が好きな母だったの で、はい、でだから多分あの踊りは私のわがままでやりたいっていうのをあのいいよってやらせてくれたので、うん、で今度は歌なんですよね、はい、そうすると私は人前で歌うのあまり好きじゃないっていうのを知ってましたから、うん、だって行かなきゃダメって、それと同時にですね民謡の教室に通ってた母親に連れて行かれたんですよ。で民謡もやるようになったというそういうあの流れですね。あ、じゃあお母さんは賛成だったんだね。そうなんです、歌をやることを。もうあんた行かなきゃダメ、あんたにはこれが一番合ってるみたいな、そんな感じでぐいぐい引っ張っていかれましたね。でそれの札幌の予選に、はい、行きました。でもどのくらいの人が来たんですかね。当時でですね2日間のオーディションがありまして、はい、1日、4000から5000人です。あ、じゃあ2日でも1万ぐらいの応募者があったわけですね。でそこで受かったあの2週分ずつテレビ撮るので、それはあのテレビに撮るため の、 あの毎週やってましたから、あのそのためのオーディションで、で、週1週に出るのが7人で、その中で14人合格者を出します。ということはその1万人ぐらい来た中から14人受かるわけですね。そうですそうです。でその毎週毎週7人のうち、こう歌いますよね。であの観客席がありまして、お客さんが入ってるんです。であの前列には審査員の方々があのいらっしゃってて、で点数方式なんですね。で7人7歌い終わって並びました。でじゃあどうぞって最初に点数を、入れるのが審査員なんですよ当時。であの当時は250点以上が合格なんですね。だからその毎週毎週合格者が出るかっていうことでもないんで、ね、出ない時もありますから。で、そこにではお客さんどうぞってお客さんも押すわけですよ。でその合計が250点以上いけばいいという時だったんですけれどね、はい、でその時に 何点270だったんじゃないですかね。確かそのぐらいだったと思います、うんうん、でそれは、はい、あのまあ、地方予選があり、はい、で今度は決戦が東京 で、ね、じゃあそこでまあ合格すると東京に行って、そうですね、毎週こう出た人、あの半年に1回決戦大会が東京の読売ホールで、やっておりましたの で、はい、でそこに出るためにその半年ずつこう区切って やるわけなんですけど、またそこでいろんなところから日本全国から集まってくるんですね。北海道は、から九州からと、あの集まってきた人たちで決戦大会に臨むんですけれども、それも合格者が出るかどうかがわからないという。そうですね、もうだから全国の予選を勝ち抜いてきた合格者で今度決戦大会をやって、はい、それでもそこから、はい、あの全員がっていうか、まあ、そこから合格者が出ないこともありえるんですね。ありますね。で当時
萩原健一さん、通称健ちゃんなんですけど、ね、司会やっておりまして、はい、その決戦大会の時でもいらっしゃってて、で合格者がいない時は万歳なしよってやってたんですよ、ね、ちょっとねみんな深刻ならないようにっていう、多分気配りでそれが生まれたんだと思うんですけど、はい、でその読売ホールにはもう日本テレビのプロデューサーさんがねすごいいい方で、皆さん未成年者なんですよ、オーディション受ける方が。なのでその変なことがあっちゃいけないっていうことをすごく考えてくれてて、でそのオーディションに札をあげるものなんですね、決戦大会で。そこに入れる事務所とレコード会社ってちゃんといいところじゃないと入れなかった。変なところは、そう、ね、だから入れないっていうふうに決まりを作ったんですよ。各事務所のスカウトマンが来るんですよね、はい、そうです。でそのスカウトマンたちがこの合格者の人をじゃあうちのところで面倒を見るかどうかっていうので、面倒見たいっていう人がこうファッと札を上げるっていうシステムですね。エントリーナンバー何番さん、ナンバー何番、誰々さん、はい行ってみようって言って、その後に札を上げる、ねね、でこれが例えば事務所とレコード会社両方ないとデビューできないんですよ。うん、そうなんですね。で逆にたくさん上がっちゃうと今度は交渉です。事務所側とレコード会社いらっしゃるよね。で本人と の話し合いがあって、で本人がどこ行きたいっていうところが、そこ、そうね、そういうところで決まるんです。なんか野球のドラフトみたいな感じですね。そうですよね。だから結局その時しか会えてない人とかっていますもんね。そうね。で、はい、まあ、それでデビューになるわけですけども、ちょっとここで曲をね、はい、その、まあ、先にマスター団長の話ちょっとなんか、ま、もうちょっと聞きたいので、はい、まずじゃあその、デビューした時のね、デビュー曲をまずお聞きしたいと思います。そうですね、はい、事務所がですね、先輩にピンクレディがいらっしゃったので、あの振り付けも同じ土井先生ですし、洋服のデザイナーも一緒だったんですね。だからその今さんが知っているピンクレディさん の、はい、衣装のイメージを、そうです、ね、頭に置いて、はい、この曲を聴いていただければと思います。はい、それではデビュー曲になります。花の女子校数え歌聞いてもらいます。特別かもなし、かもなし。
常識の女子校部流儀、女子校部流儀、女子校部流儀。デビュー曲、花の女子校風浦聴いてもらいました。いやなんかすごい懐かしいし、なんかすごくキャッチーなフレーズがすごい覚えてて、はい、やっぱりなんかすごいザ・昭和歌謡って感じのね、歌詞もそうだし、曲調も、なんかこうテンポリズム感があって、当時ってこれ77年でしたっけ。そうですね、そうですね、はい、先ほど言われたピンクレディが、まあ、その前年デビューで、はい、だからまあ世の中ピンクレディブームになってきた頃ぐらい、そうですね、ちょうど私がデビューした頃は、うん、カルメン77という歌がヒットした年です ね、 ね。だからジャケットのなんか今衣装を見たら、はい、なんかすごいホットパンツの感じとかなんかすごい当時のはこういうの流行ってた、ね、太い足出してましたよね。もうなんか夜のヒットスタジオとかに出られた時の衣装もね、はい、やっぱホットパンツの、あ、そうですね、ブルーのつなぎで、はい、そうですね。だからもうデザイナーの方が一緒なので、多分それに近いような感じで、うん、だったと思います。はい、いやすごいですね、やっぱり当時の雑昭和歌謡って感じがしてね、はい、でもなんかこうお顔の表情とか見てると、当時のこの笑顔の感じと今と本当変わらない感じ、ね。はい、ありがとうございます。はい、そして気分がいいです。今ね、まあ、はい、まあ今またどんどん新しい曲出されてるんですけれども、はい、ここでもう一曲一番新しい曲を聴いていただきたいと思いますので、そうですね、はい、じゃあ次の、今新しい曲の方は、谷千恵子さんの方からご紹介お願いします。はい、私の作詞作曲にもなっております、すごく気に入ってる、レコード会社の方も推してる今一推しの歌でございます。夢でKiss me. Yore no tobari ga akeru koro, watashi wo yobu声に振り返る。ドレスの裾が風に揺れ、好きな人色に染まってく。やっと巡り会えた人だから、たとえこの世界が終わっても、夢でもね、
なたの名前を呼んでみるの寄せては返す波のように甘い吐息で口づけてやっと巡り会えた人だからたとえこの天地が変わっても Only my love will never fade away forever いつもきらめくように幾千のスターラビュー儚い夢さえ輝き出すだから俺がいい夢で Kiss me Free heart of gaze and stand by me 命がきらめくように幾千のスターラビュー儚い夢さえ輝き出すだから俺がいい夢で Kiss me Free heart of gaze and stand by me はい、では一番最近のね曲、はい、夢でキスに来て聴いていただきました、はい、あのガラリと大人っぽい感じで、まあ、今はまあこういう曲を出されて、でまあちょっと現在のことをねいろいろまた聞きたいんですけれども、はい、まあ2012年、にまた活動を開始されて、はい、で2017年が芸能生活40周年そうですね、ということでその時に、はい、本を出されてですね、はい今こちらの今、上に出てますけれども、はい、こちらにだって谷千恵子だもんっていうしょうがないだろうみたいなね私はこういう生き方しかできないんだっていうその反省記本ですねこれは反省じゃないですよ生まれた時から のこういうところで生まれてこういう育ち方をしてどんな出会いがありでこんなことをしてたんだよっていうで今に至るみたいなその40周年に合わせてこの本を出させていただいたので、うん、だからもう本当にもうちょっとはこう隠している部分ありますけどほとんど 90% はもうそのまんまですねノンフィクションですね、はいもう今更隠すことないわみたいなこの年になりますとね結構なんでしょう悪いこととするとねすぐバレちゃうので、ね、嘘もつけない性格ですしでこう、ね、皆さんこう今検索して知らないことができるじゃないですか、はいですね今この人こんなことやってるんだとか、うん、こんなことやってんのとか同じこんなことでもねいいことと悪いことがありますからそう、ね、これまでの人生何があったとか、今調べたら分かっちゃう、はいで多分私悪いことやってないと思いますまあいろいろ、まあ、山あり谷ありいろいろあったと思いますけど谷あり谷ありで、ね、谷千恵子でございますすいませ ん、 ねいやでもね、はい、ご病気もされて、はいまあね、私生活もいろいろあってでそうですね、まあ、ねもう本当にステージ4まで行くとですねあもう終わりかなってやっぱり思いますよね、うん、でただ私ポジティブな風にか性格がそうなんでしょうねすんごい暗い思、うん、なんでしょう性格が落ち込んだのは1週間ぐらいしかなくてですねその後あもう考えてもしょうがないなるようになるさ
って思ったら吹っ切れてですね、でそれからもう本当にね好きなことをやろうっていうことで、その時に運転免許、普通免許しか持ってなかったんですけど、大型取って、で大型2種行って、でその後船も取ってっていう、うん、その、はい、いろいろ今しかないみたいな。なんかとりあえずやってみるって感じですね。そうですね。もうトラック乗ってたら性格変わるんですよ。あ、ほら、本当にトラック乗ったんだよね。じゃあ、はい、免許持ってますから、ね、すごい、はい、取りましたから。女性は多分トラック乗ると良くない。性格がイケイケになっちゃう。トラックって何かとぶつかっても壊れないっていうのがあって、もうやっぱり強くなるんですね、精神的に。でそれ良くないなと思って、でふっと見たら大型バスがありました。あれ運転してみたいっていうので、で、はい、それ大型バスは大型2種なので、だからそのお客さん乗せられる免許なんですよね。だからタクシーも OK なんですけど、バスになると逆に丁寧になるんですよ、運転が。長さがあるので、昔は11メーターですけど今12メーターありますよね。はい、で交差点で巻き込んじゃ、人を巻き込んじゃいけないっていうので、すっごいそので確認する事項が増えるし、でスピードも抑えてっていうので、すっごい丁寧になる、運転が。で優しくなれる、運転しながら優しくなれる。だから飛ばすとか飛ばしてもいいけど、抑えるとか抑える。なんか私の性格にいいなすごいですね。で、はい、で運転で、はい、次何かあるかしらって思ったら船がありました。函館っていうと、ちょっと一時期その治療をするのに実家に戻ってたので、その時その免許を取ってるんですけど、船がありまして、で漁師さんたちがこう持ってた、当時は小型4級だったんです。4級あると漁ができる、で今は2級になってるんですね。でも運転、車と違って船はいきなり1級行けるわけですよ。で私にはちょっと時間がないので、いきなり1級行ってもいいですかっていうので受けたわけですね。でやっぱりその勉強する時間も試験の時間も長さが違ってて、で1級になると定規を持ってって測ってって計算もあるわけですね。何ノット何キロでどこどこに着くとか、地図があってっていう、そういう試験になるんで、でそれからもうそれもう一回で受かりましたけど、ありがたいことに。なんかこう人生、あもう残り時間を大事にと思うと、やっぱりそこまでできちゃうってことですね。もうやっぱり何か吹っ切れると集中する力って、多分その時ガーッといくんでしょうね。多分集中力で、それだけで受かったんじゃないかなと思いますけどね。まあそれでね、また今は、はい、まあ、芸能の活動もね、いろいろ幅広くラジオとテレビをね、はい、今やってらっしゃるんですよね。はい、テレビもですね、ミュージックシャワーという番組なんですけれども、はい、これは毎週、司会もやらせていただいてますけど、毎週何かは歌ってます。歌も歌ってます。今なんか資料をお持ちで、はい、これちょっとね、この辺いいですかね。はい、これでね、ここだけちょっと、あとは見せられるんですけれど、はい、はい、流れているのがですね、千葉テレビは毎週月曜日の8時半からです、はい、今4月から、はいはい、で、再放送もあります、次の日で、KBS 京都、はい、これは、千葉と同じ月曜日の朝8時半、あ8時からですね、はい、で岐阜が、水曜日の8時半で、栃木それも再放送ありますけど、栃木が木曜日の8時からですね。であと CS の火曜ポップスチャンネルで、はい、こちらも、朝早いんですけど金曜日の朝6時からということで、毎週今流れております。もしこれでねご興味のある方は見てみてください。あ、谷千恵子こんな歌を歌ってるんだとか、自分の歌だったり他の方の歌だったり、やってますので、で、MC も結構喋ってますよ。もう、はい、
毎週トリガーあるわけですね。はい、ミュージックシャワーという、はい、番組なので、はい、昨年の10月からオンエアになってますね。で、これもここだけの話ここだけの話、これ毎月1ヶ月に1回、はい、1ヶ月分の収録をしてるんですね、はい、で台本もあるんですよ、MC なので。だからそれ覚えるのに台本がなかなかできてこなくて、2日前とかってなっちゃって、それ1ヶ月分ですよ。あ、そうかそうかね、なんかバカ野郎って言いたくなっちゃう時あるんですけどでもこれは気合で私はプロだってこう言い聞かせてなんか覚えていくんですけれど、で、はい、あと本当はですね、スペシャルコンサートっていう、はい、今月16日、日曜日なんですけれども予定していたこれが延期になりまして、まあ、今の、ね、状況ですとしょうがないんですけれども、ね、7月の25日日曜日に、はい、変わりました。でこれが銀座のタクトというライブハウスになります、1時、4時、7時からになりますので、はい、もし、ご案内はですね、ホームページとかもやっておりますので、それで確認していただければいいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、まあ、検索でね、谷千恵子さんの、はい、お名前で検索をして、はい、で、まあ、ホームページブログ等ありますので、そちらでね、はい、最新の情報が出るということですね。はい、いや、まあちょっとこういうねご時世なんで、なかなかこう皆さんね歌を歌われる、そうです ね、ライブを予定してもこうね中止になったり延期になったりって皆さん大変だと思うんですけれども、ね、本当は6月にもコンサートがあった、ホテルでのコンサートなんですけど、うん、これも延期になりましてね、うん、だからなんかもう皆さん、私だけじゃなくて皆さんも大変な思いしてると思うんですよね。でやっぱりこれで負けちゃいけないなって思いますのでね、感染予防をちゃんとしながら自分の健康に気をつけて、でやっぱり、静かに心豊かに、豊かって心ですよ、豊かに暮らさなきゃいけないなって、日々思っております。はい、はい、あ、ね、画面の方にもちょっと出てますけれども、はい、はい、ありがとうございます、ね、スペシャルコンサート、まあ、歌自体は今ね、そのミュージックシャワーの番組の方でも毎回、来ますけれども、いや本当ですね、ファインっていう女の子のグループがいるんですけど、はいはい、そのやっぱりその YouTube も一緒にやってるんですけれど、はつらつさ違いますよね、うん、もうさっきまで普通に話してたら、イエーイとかって、やおばちゃんとか言いながらね本当にね、あ、やっぱり私ちょっと考えなきゃいけないなと思って、もう本当に年だって言ってらんないですね。もう本当に元気にね、心身ともに元気にいかなきゃいけないなってもう日々思っていますだからこれから先、まあ、またね活動も今、はい、またね昨年からテレビも始まって、うん、この先まだまだ、じゃあ、まあまあ、まだ続きますけれども、ね、もう本当にもう始まることを目標に、それまでなんか自分にできることやっておかなきゃいけないな、今だからできるんだって思えば何でもできると思うんですよね。で今ちょっとね新しい楽器もちょっとまだ言えないんですけれど、はい、内緒でちょっと特訓してますもうどんどんなんか新しいことを始めるのはもう年齢関係なくて、ね、そうなんです、うん、で今月末にもね引っ越しをこうする予定になってきて今は本当に断捨離やってますからね、もうこれ本当に大変ですね。もうずっと大事にしてたものもこれえい捨てるとか、もうこれ取っとこうとか、もう本当にほとんど半分以上今捨ててますね、うん、でこれで自分の心は捨てちゃいけないなって思いながらね、頑張っておりますけどじゃあまだまだこれからね新しいことにもチャレンジしていくですね、はい、きっと、はいはい、チャレンジしていきたい、と思っております。はい、はい、いやなんかすごいちょっとなんか元気もらえますね。そうですね、なんかいやいや頑張らなきゃってすごく思うんですよ、ね、はい、だってまだまだ、ね、何十年もこれから余裕があるんだから何でもできますよね。だからこそ今をそのなんか怠けてらんないなと強く、もう時間は大事なんですよ。でその時じゃないとダメっていう時もあります、林先生もね今でしょって言ってましたね、はい、そうですね、それで行きましょう、はい、今日貴重なお話で、ね、いろいろありがとうございました。本日のゲストは
歌手の谷千恵子さんに来ていただきました、はいはい、ではまたね来週もこの曜日この時間で、放送、聞いていただきたいと思います、はいはい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた来週お会いしましょう。